13回でした。部屋に入った感じはもうこんな感じ、結構シンプルで、この辺にカートキーとかテンパチャーあって、結構、ね、最初来た時ここお兄さんがもう16度にしなよみたいな感じで16度にしてくれたんですけど、めちゃくちゃ寒かった。で、ハンガーで、このね、あの YouTuber なんだ、水がちょっと今シャワー浴びちゃったので汚いんですけど、バスタブはなく、こんな感じでこうトイレが横にあるっていう感じで、ギリギリここ、まあ、水が飛び散ったらこれで抑えてくれるのと、ここがちょっと段差になっているので、まあ、浸水まではしないかなっていう感じで、温度とかは OK でした。で、あそこにあるのがあのアメニティのヘアウォッシュとボディウォッシュがなんか兼ね備えられているみたいな、まあちょっと気になる方は持ってきた方がいいかなっていう感じでした。で、アメニティはこの歯ブラシとこれ、この辺ですかね、大体。あと石鹸があったかなっていう感じです。ここにキャリーケース置くところがあったり、アメニティでこんな感じでコーヒーとか紅茶とかもありましたね。で、金庫に冷蔵庫、見るとは汚いので、昨日初めて飲んだシュガーケーン、すごい甘かったです。で、テレビとかも、ね、あります。一回もテレビ使ってないんですけど、結構大きめの壁についてる感じのテレビでした。で、ベッド周りがこんな感じで、ここに姿見があったのですごくあの楽でした、いろいろと。で、あそこになんだっけ、スリッパとドライヤーがあって、で、ここにね、結構あのこのタイプなんですけど、充電はできる、日本の充電器も充電できるタイプなところが3つ、ベッド周りに2つあったので、すごく楽でした。で、こっちにあります。ベッドもキングサイズだったのかな、今回。広々と行けましたね。で、外があのシティビューって書いてあったんですけど、あんまりツインタワーとか見れる位置じゃなかったので、こんな感じで。さっき行ったのはそこですね、あのルルスーパーマーケットっていうところに行ってみました。結構上の、 あの屋上からの景色とかもすごく綺麗だったので、とてもいいホテルでした。このホテルのルーフトップバーに、ルーフトッププールに来ていますが、ここにケールタワーがありました。で、なんか受付のお兄さん言ってたんですけど、このホテルまだまだ新しいホテルらしくって、最近できたばっかりっていう風におっしゃっていたので、ぜひ泊まってみてはいかがでしょうか、気になる方は。でも、駅から若干遠いので、こう立地というか駅まで行く面ではすごくちょっときつかったかなっていう感じです。まあでもグラブとか使えば一瞬なんで全然大丈夫かなっていう感じでもあります。ここのホテルは2泊で12,000円ぐらい、1万3000円ぐらいかなで泊まることができました。朝食付きで、何より良かったのが、僕ね、いつコロナになるかも分かんないんで、キャンセル直前までしてくれるところがいいなと思って、キャンセルが3日か4日前ぐらいまでキャンセル無料のところを選んだのと、あとは朝食無料のところ、朝食がついているところを選んでみました。泊まってみてすごく良かったと思います。超上からなんですけど。というわけで、ホテル紹介終わりたいと思います。バイバーイ。